で、マスターの人はちょっと鳥飯さん来たって、うーんま、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、ルールは簡単です。いっぱい勝ってください。ダイヤモンド以上でお願いします。いっぱい勝って、あ、もうこいつには勝てねえわって俺が思ったら勝ちです。で、最後俺と戦ってもらいます。で、俺に勝ったら優勝です。マスター以外で負けた人は抜けて、で、マスターの人はちょ、鳥飯さん来たって、終わっちまう、終わる、一番目に入れさせんな、誰も鳥飯さんを。お前らこの試合終わったら速攻入れよ。終わるぞ、入れさせたら、一番上に入れさせたら終わるぞ、このゲームが。5連勝でもダメだよ、まだダメ。この部屋にいるあの人を倒さなきゃ優勝はあげれないよ。いや、でもこの人ならたどり着けそう、やつに。めっちゃ強い、まずボッコボコ、ダイヤモンド1がボコられてら、グロ、あれ、あ、やばい、 GG 終わった。これに勝ったら優勝、伊佐坂、これに勝ったら優勝、これに勝って俺に勝ったら優勝だぞ、伊佐坂、頑張れ。いや、一先ならワンチャン、一先ならワンチャン、信じてるぞ伊佐坂、俺の師匠をぶっ倒せ。あら、あら、あんのか伊佐坂、伊佐坂、あれあれあれ、ある、あるのか、うんま、うんま、うん、まっ、いや、諦めてないぞ、諦めてないぞ、このブランカ、痛すぎー、死にはしないと思うけど、確定まで来たね、うん、まっ。いや、鳥飯さんは10連勝してもらうよ、さすがに。鳥飯さんが優勝するためには10連勝はしてもらわなきゃ困るよ。止めろみんな、行くぞ、止めるぞ俺らで。10連勝して俺に勝ったら鳥飯さん優勝ね。止めるぞみんなで、みんなで止めるぞ。来たー、来たー、しかも最大1ゲージあるんで、これ死にます、これ SA1 まで繋がります。ちなみに、おい無理だって、お前、お前ダイヤモンドじゃもう無理だって、お前なんて吹き飛ばされちまうぞ鳥飯さんに。鳥飯さん、お酒美味しい、おい酒のあた当てにされてる、俺ら酒の当てにされてる。終わった、終わった、あ、終わった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 。ハリケンが倒すんだ、任せろマジで。俺がぶち倒してやるよ最後、俺が最後ぶち倒してやるよ。落としてあるのか、うわ当たるわこれ、終わった、惜しい、うめえ、やばい、最強リスナー。いやでもこれをやったら鳥飯さんが俺のリスナーっていうことを俺言えるから、うちのリスナーに鳥飯さんって人いるよっていうことができるから、俺からしたらプラスなのかもしれない。今何連勝、やばい、あと半分しかない、挑戦権が。終わった、終わった、やばい、誰が勝てる、うますぎる、バーと終わった、終わった、終わった、しかもこれ死にきるよ多分、こっから SA までつながります。
水曜無理だ無理だ、これ無理だ、うちのリスナーが勝てる気しない。任せろ、みんな俺が止めてくれ。もう10連勝いきやがった。俺が負けたら鳥飯さんが優勝です。俺が勝ったら俺の優勝です。鳥飯さん、鳥飯さん、ちょっと待って、ちょっと待って、鳥飯さん、さあ両者準備は OK、 では早速見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらう。ちょっと待って、鳥飯さん、ちょっと待って。そうか、向こうはどう出るか。
今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。いやいいね。手の内はある程度見えた。両者は今何を持っているか。どっちに動けてはいるんだろうね。ちょっと待って、トリメンさん、ちょっと待って、トリメンさん、ちょっと待って、まだまだ終わってない俺は、まだ俺は終わってない、まだ終わってない俺は、まだ負けてない。嫌だ嫌だ。ここからどうするかですね。いや圧倒的だね。ララ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 ラ。とどめまでしっかり。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。最後まで諦めるな。ヨガコメント、リズムを崩すか。さあこれは痛いぞ。ラッシュするか。いいか。プレイヤーワン、体力リードで受けに回るか。さらに攻めるか。ここからが正面だ。いやすごいな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、良いとどめだ。優勝です。第1回スト6リスナー最強決定戦優勝です。2回もこの人が優勝します多分。GG ありがとう、鳥飯さん。第1回持ってかれた。